は、ことぶきみなこです。ともつはるかです。豊崎あきです。はい、ということで、本日3人で遊んでみるゲームはこちら。ギリギリアイスゲーム。ギリギリペン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 。こちら、この上のですね、リンクが破れないようにキリッキリまでこちらのトングでビー玉を乗せていくというゲームでございます。なるほど、はい、このリンクどうなってるの？え、ティッシュ？これは今、まあ、こちらには専用ペーパーって言われるんだけど、専用ペーパーがあるんだ。でも、ティッシュでも代用できますと書いておりますので、まあね、いくらでも遊べるんじゃないかと思うんですが、お味噌がありますね。これ下にいっぱい並んでるこのビー玉をこう取ってポンと上に乗せていくんですが、このビー玉なんとびしょびしょでございます。本当だ、下に水がね、本当だ、溜まってるわ。これを取ってサイコロで、出た数ですかね、はい、ちょっと乗せていくと。うわー、少ない方がいいのか。これノーマルサイコロなんで6までありますので。そっか、そういうこと。結構エグいね。6個乗せるの結構破れそう、はい、でもこれはもう乗せたらはいトングってパスしていくと、確かにね。そっか、破れちゃうもんね、そう、急いでやった方がいいよね。だからこう回してやってる中でも、その破れた瞬間にトングをはっって持ってた人が負け。やだということで、まあ急ぐ必要ない、今慎重なところと。そうだね、早くこう渡していくところと。で、これ全部できたら、なんとこれ、スタッフさんの厳密な実験により、うまく、超うまくやれば全部乗せられるんだって、すごい、乗せたい。そう、もしこれ全部乗せることができたら、ペンに勝ったということで。お、はい、そういう企画もあってもいいね。そうだね、うちらが勝利するっていうね、誰かが負けとかじゃなくて、共に頑張ろう、ペンに勝っていきましょう。ペンに勝ちたい、はい、というわけでギリギリアイスゲームスタート。1番手豊崎振ります。では、ダンダダン、1、いいなー、チュートリアルだね。なんか何かとは言いませんが、いろいろついてんだ。本当に本当だわ。水を切っておくの。ああ、湯切り一回どれぐらいね落ちるか見たいよね。そうよ、そう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 。ピン、やばい、結構じわじわ来てる。やばい、急げ、時間ないぞ。2、え、そんな染みるの。ちょっと私も湯切りしてちょっと離した方がいいからバランス。あ、確かにじわじわ来る湯切りちょっとバランス。3、すごい順番に増えてきてる。ええ、慌てて上の方から行くとね、その分さっきみたいな感じになるのね。ズボンってシュシュ湯切り、湯切り、何かさ、脆くなっていく金魚すくいのポイみたいな、ね、あー転がりました。黄色が置きたいのに。やばいね、これみんな集結してるよ。ちょ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 、集結してるな。あ、ヤキちゃん。いや、でもまあ集結するようになってんだけど、一応しゃうわー、うらやまぴー。時間ないんだよ。三、三。ティッシュさんが、ティッシュさん。ここに置きたいんや。ね、なんかもうさ、でそこようになってるね、もう。角度でね、来ちゃうよね。もう一回挑戦や。あ、ちょっと痛い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 。が、しかし、結構自信。ここに。おお、やばいやばい。ちょっとさ、六、六。てか一瞬すぎて破れるのがリプレイでもう一度ブワーだよ、ブワーって沈んできてるぞ。沈んできてるぞ。沈んできてるぞ。以上です。悲しいポツポツポツ。というわけで、残念ながらちょっと、今回はまあペンの勝ちということですね。負けたわ。負けた。見事なゲームだね。いや、でも本当に分かりやすく、楽しい、ドキドキゲームですので、ぜひ皆さん楽しそうだなと思った方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。そんなわけで、本日は豊崎あきと寿美奈子と小松遥でした。バイバイ。